2012年ウクライナ最高議会選挙は、ウクライナの立法府である、ウクライナ最高議会を構成する議員を全面改選するために行われる選挙で、2012年10月28日に投票が行われた。親ロシアのビクトル・ヤヌコービッチ政権下、2004年の初期、オレンジ革命の主役で著名な野党政治家である、ユーリア・ティモシェンコ元首相が収監されて以降、初となる、 議会選挙である。地政学的要衝に位置しているウクライナが、欧州連合とロシアのどちらに接近するのか、占う意味合いも強い選挙となった。この節では、世論調査において5%以上の支持率を得た政党について紹介する。選挙に参加した投票者の割合選挙の結果、親ロシア派の与党である地域党が第一党となった。一方で、 キモシェンコ前首相陣営を中心とする連合祖国や元プロボクサーであるクリッチコのドル民族主義政党の自由など親欧米派の野党も検討した。選挙監視団を派遣した欧州安保協力機構は与党側による行政手段の悪用や変更報道、不透明な開票作業など今回の選挙は後退した部分があったことを指摘した。ありがとうございます。